どうも、ハヤトのハムスター実況です。よろしくお願いいたします。今日の主役は、このパッチくんとサンタンくんっていうね、2匹のハムスターなんですが、この子たちに今まであげたことのない美味しいフルーツをあげていきたいと思います。その前にね、ちょっと見ていただきたいんですが、この手前にある瓦礫、これ何かっていうと、以前ね、他のハムスターにあげて全く興味を示さなかったサトウキビなんですが、この子たちは結構かじってくれました。こんな感じで割れるんやね。ちょっとびっくりしましたね。今日あげるフルーツはこちら。はい、ブドウでございます。こちらのブドウは皮も食べられて種もないよっていうね、最近結構よくあるブドウですよね。僕ちっちゃい時はねこんなのなかったんですけどね、とにかくジューシーでとても甘くていい匂いのする素晴らしい果物です。さあ君たち食べてくれ。もう興奮してますね。じゃあ食べましょう。はい、どうぞ。ってちょっと待った。はい、このブドウですが、このまま揚げるとあまり良くないことが起こります。それはどういうことかっていうと、ブドウの皮と種にはタンニンっていうね、成分が含まれています。このタンニンっていうのは強い殺菌作用を持っているので、ハムスターのね、腸に負担をかけちゃうらしいんですよ。そのまま食べて即死ってわけじゃないんですけど、これをね、与えてしまうと、例えばね、お腹壊して下痢になって、それがまあ死につながるってこともあるので、注意しなきゃですね。ということで、この美味しいブドウをハムちゃんが安全に食べられるように、今からね、ちょっと処理をしたいと思います。はい、こんな感じ。皮を剥いて真ん中を割りました。種なしブドウって言っても、たまにちっちゃい種があったりもするんで、僕はね、一応中も確認した方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。てか、食うの早っ。可愛い食事シーンを撮影しようとしたんですけど、一瞬で口の中に運んでしまいましたね。よっぽど美味しかったのか、まだないのかってすごい探してます。まだ揚げてもいいんだけど、ね、そうするとね、今度別の問題が出てきてしまうんですよね。タンニンとは別で、水分の取りすぎってことで、この子たちお腹を壊してしまう可能性があるんで、ブドウはちょっともう揚げない方がいいですね。もちろんブドウが揚げちゃいけないものっていうわけじゃなくて、あくまでね、水分を取りすぎてしまう可能性があるってことですね。でもさ、ゼリーとか、食ったり水を飲んだりもするんだから、そこまで神経質になる必要ねえじゃんって思うんだけどさ、ぶっちゃけ。じゃあ今日はね、撮影に協力してくれたんで、この子たちに特別にバナナチップをあげたいと思います。バナナチップ、1枚だとチップ、複数だとチップス。いつもね、なんて呼ぶか困ります。はい、どうぞ。はい、チップくん、チップくんじゃねえや、パッチくん。うわー、ちょっと待って待って、またまたまた、お前じゃねえ、お前じゃねえとか、パッチくんの分だっての今食べちゃった。もうパッチくん、チップくんじゃなくてパッチくんだ。もう名前覚えてねえや。でもなんかちっちゃかったからね、もう一個あげようか。はい、じゃあ追加でどうぞ、パッチくん。これ俺のだ、これ俺のだ、この野郎っつってね。もう2匹ともこのバナナチップに目がないので、本当にこうあげているとね、なかなか名シーンが生まれるっていう、すごく便利なおやつです。しかも乾燥してるから長持ちするし、お腹も壊さないし、最高だね。そんなわけでですね、このチャンネルではこのように私が飼育しているハムスターの可愛い動画なんかをね、出しておりますんで、よろしければ他の動画も見ていただいて、チャンネル登録なんかねしていただけると、私非常にテンションが上がります。それでは今日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。